日本代表がドイツ代表に 4-1 で快勝を収めた。隣国のライバル、韓国、朝鮮日報は、さらに広がる韓日の格差、と題して次のように報じた。写真、セクシーな水着姿にファンが言葉を失う、ペップの娘、マリアさんの投稿に A メディア注目。日本は9日に国際親善試合でドイツと対戦した。カタールワールドカップでも激突した両国の対決は、革新と挽回をかけた一戦。試合は日本が 4-1 で快勝を収め、W 杯に続くドイツ戦2連勝を飾った。6月シリーズでエルサルバドル、-6-0、ペルー、-4-1、に勝利した日本に対して、韓国代表はペルーに0-1、エルサルバドルに1-1と未勝利。日本対ドイツの前に行われた8日のウェールズ戦ではスコアレスドローで終わり、日本とついてしまった差を意識せざるを得ない状況のようだ。韓国紙が、日本は 100% の戦力で向かってきたドイツに対して圧勝した、としつつ、韓国はハットトリックを達成したソン・フンミンとアジア唯一のバロンドール候補のキム・ミンジェを筆頭に、ファン・ヒチャンやイ・ジェソンといった欧州組を総動員させたが、効果的なシュートはたったの一つだけ。事実上 1.5 軍とも言える欧州中堅のウェールズに終始苦戦した、と報道。もう言い訳ができない。今回の欧州遠征を通じ、両チームの格差は考えている以上に広がったことが確認された、と伝えた。先月には、韓国代表のユルゲン・クリンスマン監督が、私は毎週でも日本と試合をしたいんだ、と話し、私たちより彼らが強いとは言いたくないが、今や日本は強豪国と表現しなければならない状況。欧州で数多くの選手が活躍しており、その数は私たちより多い。しかもその選手たちが所属チームで戦力となって成長している。客観的に見ても日本サッカーの方が先行していると言える、と語っていた。